美味しかった。すごいじゃん。なんか、赤さん荷物やばくないですか。やばいですよね。大量に荷物を持って。重い。めっちゃ重いです。こんな大都会に。今日はすっごく楽しみにしてたことがあるので、それに行きたいと思います。着きました。疲れたね、坂道。本日私が楽しみにしていた場所はこちらです。クラブシュール、対面対応。マニアにはたまりない。マニアにはたまらないです。たまりないって何？マイクラブ。なんか無境界のとこにあったからびっくりした。結構隠れ家的な。あの知る人ぞ知る隠れ工房みたいな感じ。待ってるかもしれない。じゃあもうちょっとで時間なので行きます。秘密基地って感じ。いいね。まあ、どこがどう動いてるかっていうのは、もう本当あの数えきれないぐらい出てきます。主に僕らは、あの左側の女なんですけど、これクラブにつけて、クラブの動きがどうなってるかっていうのを見てきます。で、その時にある程度のタイプに分けてシャフトっていうのを選んでいくというのは。これをですね、これ全部はならないんだけど、ヘッドとシャフトにちょっとつけたまま打ってみます。少し重たくなもっと練習してますよ。すごいっすよね。見ちゃいましたね。スイングの変でいいんですよ。最初と全然違うな。あ、で、さっき言ったようにちょっと重くなってます。はい、これがあの計測用のボールになります。このクラブでも重いと思いますか。ちょっと重いかなって感じて振ってますけど、ただ握力はそう両手で60近いんで振れなくはないかなって、振れなくはない。そう、振れなくはないけど、ご自身がどう感じてるかが大事かな。ですね、これがあのトランクマンで出しましたクラブスピードに対しての理想的な飛距離を得るための、まあ、放物線なんですね。はい、でこれを見ていただくとですね、やっぱり少し打ち出しの角度、ボールの頂点の高さ、それと着地する角度、いずれにしてもちょっとボールが高めに上がって急降下で降りてます。ドローにしたい。じゃあこれプラス。はい。今日は大事なシャフト受け取りの日です。楽しみだね。よっこいしょっと。トラさんです。このパーカーかわいい。今日来てくるまでずっと我慢してたんだ、このパーカー。
どこが？かっこいいよね、うん、赤赤これさ、なかなかいなくない？この組み合わせ初めて見たね。めっちゃ振りやすい、ね、写真撮りがなんで？7番で違う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 。これ前黄色のグリップをここのグリップ使ってたんですけど、黄色と赤めっちゃ迷って、でドラさんにあの愛犬のバルちゃんと同じ色だからあの色いいんじゃないって言ってもらってあれにした。で次はこっち今回かな。うん、シャフトの色に合わせましょうってこと。黒赤か。私赤大好きで、何でも絶対赤に戻ってきちゃう運命なんだよね。うん。弓道時代から赤がね。そう。赤で国際じゃない。そう。矢入れるケースも弓矢入れるやつも赤。全部赤だ。この？いくら？200だろ。中入れるの。すごい、やっぱクラブ違うと。よし、買った。よし、買った。210円いきました。すごいじゃん。画面のどう気にやったんですか。やっぱ練習するだけ変わるもん。練習して自分に合うクラブになったから、うん、ちょっと短くなったからね。ちょっと縦に上げられるんだよ、うん、欲しいね。ブラックでもいいかもしれない。先バシー感がでもあんまないですよね、うん。でも軽い40だよ。いや、押せるから、うん、押し込めるから、別に軽くても問題ない。おー、72。おー、来た。おー、すごい。あー、ダメだ。はい、では今回はこんな感じで、はい、アイアンとドライバーのシャフトを石川さんにクラブフィッティング分析からしていただいて、実際にカスタムしていただきました、はい、数値でも見ていただいた通り、ヤードが何十ヤードも伸びましたよね、はい、ぐんと上がりまして、うん、そうですね、はい、うん、実際にどんなカスタムをしていただいたのかっていう。そうですね、はいはい、まあ、もともとアコさんのね、あのクラブセッティングでいうと、うん、やっぱりアイアンは少し重たいだったんですよね、はい、うん、それが原因でこうインパクト直前にこうヘッドが落ちちゃったり、はい、ダフっちゃったり、うん、それとロフトが増えちゃって、うん、スピンが多くて上にボールが上がっちゃったり、はい、ということで、まあ、飛距離っていうことも少しロスしてたなっていうのがあったんで、はい、まずアイアンは少し重量を軽く、うん、しました、はい、それと、軽くても割としっかりなあのカーボン、はい、うん、の方を、まあ、推奨して、まあ、今回この KBS さんの、はい、PGI っていうちょうど中段道ぐらいのね、うんうん、つかまりのいいシャフトにすることでしっかりとフェースの、うん、面もね戻ってくるし、あんまりインパクトの直前でヘッドが落ちるっていうこともなくなったんで、はいはい、しっかりつかまったボールで、まあ、方向も良くなってね、はい、いったかなと思います、はい、それとドライバーですね。ドライバーもやっぱりちょっと重かったかな、はい、重かったです、うん、ですよね、うん、そうなので、この辺も重量を40の S にして、で NX のブラックっていうのはあの先が少し動くんですけど、はい、意外とあのトルクをコントロールしてて手元がちょっとこうしなりを感じやすいんでね、うん、で切り替えして少し間を取れて、はい、クラブパスタとか、うん、そういったところが変わってって、うん、でインパクトした時にもしっかりとフェースが戻ることで
だいぶスピン量が減って、はい、多分もうね減ってもう飛距離がね、はい、ぐんとかなり伸びましたんでね、はいこれがもっともっと捕まってくると、はい、230から250ヤードまでいっちゃうんじゃないかなっていう、はいうん、いうような期待をねさせます、はい、あとは、まあ、長さについても少し長かったんでね、はい、若干短くすることでミート率を上げて飛ばすっていう、はい、っていうのがまあ今回全部セッティングうまくできたかなというところでございます、はいはいありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。クラブや飛距離でお悩みの方は、うん、こちらに店名出しておきますので、ぜひ。はい、ぜひ。はい、皆さんお越しください。はい、吉川さんに。はい。はい。お待ちしてます。はい、お待ちしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。肘でこう。うん、それも含め。じゃあ指揮者みたいな。ああ、なるほど。はい、ありがとうございます。そう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 すごいすごいいいと思う多分変わってるはずそれで引っ張ってで引っ張ってで引っ張ってあそう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 こういう8の字ですね8の字書いてみてで、そう。そう。連続でやったの。ああ、そう。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 テイクバックの時はそうだね。あなたはそこまでしました。